はい、毎度フジモンです。まあ、いつものようにちょっとオイル交換してます。明日はね、ちょっと例のドラッグレースなんですよ。なんで、まあオイル交換ぐらいはちゃんとしようかなっていうのと、こいつね、こいつをKGスムース変えてやろうかなと思います。これね、ロングスポイト、いつも注射器でやっとったんですけど、結構何回も何回もやらんとあかんなんで、これね、100均で買ってきました。キャンプ売り場にあったやつ、これ使ってちょっと交換していこうかなと思います。はい、オイル交換ね、ちょっとめっちゃこぼした、だいぶ吹いたけど、ね、匂いがするからね、もうこぼすとき、もうこいつもちょっと考えもんやね。めっちゃ入れにくいんですよ。こぼしました。またちょっと、あと拭いときます。で、まあ、AGスムース。まあ、AGSのね、ユニットのオイル、交換するわけですけども、ちょっとおさらいですね。まず、エンジン停止してドア閉めて、その状態で、まあ、5分ぐらいかな、ちょっと止めときます。っていうのはね、 AGS のユニットが動いたらこの油量が下がるんですね。なんで、動かさない状態をちょっと5分か10分かね、止めておきます。でもって外して、そしてですね、結構汚いな、これ汚い。で、中にね、ちょっと筒状のものが踏んで、これを割り箸かなんかで抜くようにします。はい、これでね、実際も抜ける状態まで来ました。抜いたら量をね、測っておいて、抜いた分の量を補充すると、まあ、入れ替えるという形なんで、計量カップ、これを準備します。はい、じゃあ抜いていきます。いけるかな、これ。おお、抜ける抜ける。これは注射器よりだいぶ楽だぞ。まあね、これ購入、マッツさんの方から購入して、何キロ、下の方がなんか黒いな、沈殿するんかな、約ね8万キロで購入させてもらって、1年半で4万キロ、12万キロになってるんですよ今。大体36の F で試してる中では約500ml ぐらい抜けるらしいんですけど、250ぐらいかな、半分ぐらい。限界ですね。きっちり500ぐらいね。きっちり500ぐらい。なんで、AGSMUS500ぐらいを用意して入れていきたいと思います。
はい、ちょっと比較しようと思います。こっちエイジスムースね、2本分約500で、こっちが抜いた分ですね。これ見てこの違い、だいぶ違うわ。まあ、前回ね、あの04走る前にね、ちょこっとだけ変えたんですよ。ちょこっとだけ、まあ200ぐらいかなで変えたんですけど、でもこれやからね、そこの方が結構沈殿したのかな、そこの方が結構汚かったですね。で、新しいこっちね、こっちを入れていきます。はい、入れる時なんですけど、これね、100均で売ってるジョーゴ、ジャストサイズやね、ビタッと収まったから、これを使って入れていこうと思います。これだとこぼれへんからね、まあ、こっちこぼしてしまったから。これであとは、まあ、外した逆手順で蓋して OK です。はい、ということでこれで戻しました。ちょっといろいろね、拭かなあかんとこありますわ。綺麗にしておかないといけないですね。はい、こんな感じで交換できました。オイル交換とエイジスムース交換しました。で、エイジスムースね、交換した時、まあ、AGS の学習をリセットかけるのが、まあ、望ましいかなと思いますんで、そういう機械持ってるところで交換するときは、こんな感じでね、セットでね、やってもらってください。で、これで、チェックしてエンジンかけます。あ、それと、まあ、今回ね、油処理箱使ってエンジンオイルとかと、まあ、ちょっと余裕があったんで、紙とか追加してね、エイジスムースも一緒にこの中掘り込みました。で、灰油はね、もうその辺に捨てずに地域のルールに従ってね、こんな形で、まあ、これも、燃えるゴミで出せるところとか地域のそれぞれのルールによって異なりますんで、まあ、適切にね処理してください。こんな感じで、特に警告灯もつかず、ちょっとこの後その辺を走ってみたいと思います。まあ、こんな感じで簡単に、エイジスムース交換できますんで、よかったら概要欄の方貼ってますんで、そちらの方からね、 AGS の多動油、まあ、時期が来てる方とかね、交換してみてはいかがでしょうか。まあ、エンジンオイルもね、まめに交換することをおすすめします。ということで今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあまた。